こんにちは、始まりました。森コーチサッカーチャンネル、早速やっていきましょう。今日はこの男、ダーン、ジッサロ・アキラ・シルバーノ選手、2020年シーズン J2 得点ランキング第2位、全18ゴールを叩き出した選手の秘密を今日は解説していきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。じゃあ動画にはこうやって赤い線が出てきます。この赤い線はディフェンスラインを表しています。リサル選手はこの赤いライン、ディフェンスラインを越えてゴールに向かうっていうのがすごく上手な選手ですね。じゃあどこが上手かっていうのを一つずつやっていきたいと思います。まずは全集中、1の方、タイミング取りですね。パスの出し手と受け手のタイミングが合わないとうまくゴールには迫れません。これが、パスがまだ出ない状況なのに裏取ってもオフサイドになりますし、これが少しでも遅れると敵が来てパスラインがなくなって、パスが通らないということになるんで、リサル選手はパスがこう出そうな時にここに走り込んでゴールを取る、そこに全集中してるってことですね。2の方はポジショニングです。ジサル選手は必ずディフェンスラインを裏取るときはこのディフェンスラインの間に立ってます。なぜ間に立つかというと、ディフェンスラインの間に立つとこのディフェンスがどっちについていいか迷いますね。この迷った瞬間に一瞬で飛び出してるっていうのが一つです。もう一つはタイミングと合わせてリサル選手はこのディフェンスラインに向かって少し前から走ってトップスピードでここに合わせて裏に飛び出しています。すごく全集中して鬼滅の刃みたいに1の方と2の方を使ってゴールを奪ってるっていうところが補足としてあります。実際に動画見て、ジサル選手はボールが来そうな時にもうディフェンスライン揃って前向きに走り込んでいます。ボールが来た時には前向きにシュートを打てております。ボールの出し手の状況を見てディフェンスラインの裏に走り込んでる、素晴らしいプレーです。これも同じような状況です。ボールの出し手と受け手が素晴らしい関係です。ボールが来そうな時にはジサル選手も走り出しの準備をしています。ディフェンスラインよりも早くスタートを切ることによって裏への飛び出しが可能になるプレーです。このプレーではジサル選手は裏を飛び出し狙っていますが、ボールが出ないとなるとまたやり直していいポジションから裏を狙っております。やはりディフェンスの間から中間ポジションを取ってフリーな状態でシュートが打てています。このプレーはサイドでの局面です。サイドでもディフェンスラインの裏をボールが蹴れる状態になったらディフェンスラインの間から顔を出してゴール狙っております。基本的なことは全部一緒です。ゴールに一番近いところに前向きにポジショニングを取る、ディフェンスラインの間に立ってゴールを狙うことで一瞬でフリーになります。このプレーではディフェンスラインとの駆け引きです。オフサイドになりそうなので平行に走ってオフサイドギリギリで飛び出してシュートを狙っています。ジサル選手はまたディフェンスラインに向かって裏を取ることによってディフェンダー2人が引きつけられます。それによって赤いスペースが生まれ、味方選手がぐーっと持ち込めます。またパスが来そうになったらディフェンスラインの裏を狙って飛び出していきます。それによって引きつけられてフリーな選手が生まれるってことです。